なんかみんなで一緒に楽しく喋ったこと。自分でお金を使えるようになってきたというか、欲しいものができてお金をちゃんと自分で稼いで自分で使いに行くっていうところが本人の考えとしてもベースにできてきたのかなと思っているのと、自分で物事を考えて解決しようとするようになったかなっていうのは、この1年間で成長してるんじゃないかなと感じる部分。小学生になる前から始めてよかったなと。年中さんぐらいになるとちゃんと自分の考え言えたりとか、お手伝いの習慣化って意味で言うと、小学校やっぱり忙しくなってくるので、始めてちょっとずつゆっくり習慣化できて小学校1年生になれたので、ちょうどよかったかなと思います。